それでは行ってみましょう。キョウキョウの気になるニュース。このコーナーではゲストのお二人とキョウキョウこと私湯上京香が万博や SDGs に関わる最近のニュースで気になるものを持ち寄り、命輝く未来社会につながるよう話し合いたいと思います。まずは子ども青少年育成支援協会村中さんの気になるニュースです。デジタル社会における発達障害人材のさらなる活躍機会とその経済的インパクト、ニューロダイバーシティマネジメントの広がりと企業価値の向上ということで、生産年齢人口の減少、産業構造の変化により高度 IT 人材をはじめとする人材確保が課題となっています。このような課題解決に資する取り組みの一つとして、人口の数パーセント程度を占める発達障害人材の戦略的活用に着目しました。自閉症スペクトラムや注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する人材がその個性を十分に発揮するためには雇用側のサポートが重要ですが、十分なサポートを提供している企業は限られているのが現状です。発達障害人材の活躍機会が限られていることによる経済損失は米国では数十兆円とも言われていますとのことです。村中さん、こちらはどんなところが気になりましたか？はい、ありがとうございます。こちらのニュースはですね、野村総研さんが出された経済レポートを元にしたニュースとなっておりまして、そのタイトルにニューロダイバーシティという言葉が使われているというのが大きな特徴になるかなと思います。で、私からするとこういうですね、経済ニュースであったりとかシンクタンクのレポートでからですね、ニューロダイバーシティという言葉が使われるようになったというところはすごく大きな社会的な変化だなというふうに思っています。まあ、とはいえ多分この動画を見ていらっしゃる方のほとんどはニューロダイバーシティという言葉を、ね、ご存じない方の方が多いかと思うので、そういった考え方というものをどんどんこう、広げていきたいな、社会に発信していきたいなというふうに思ってこのニュースを取り上げさせていただきました。ただですね、ちょっと願わくばというところで付けさせていただくと、後ほどねちょっと詳しくご説明をさせていただくんですけども、このニュースでいくとニューロダイバーシティは完全に発達障害の方ですね、成人の方の、障害者雇用問題という文脈のレポートで、それもすごく大事なテーマなんですが、実はニューロダイバーシティ脳の多様性、脳や神経の多様性っていうのは、あらゆる人という対象を含む言葉ですので、より多くの方にとって身近なテーマとしてですね、考えていただければなというふうに期待しております。はい、ありがとうございます。実は私もちょうど今使っている名刺入れがアンルーフっていう革小物を生産している会社さんのものを使っているんですけど、はい、この会社さんもボーダーがないっていうのがコンセプトになっていて、まさにその発達とか精神障害などを持った職人さんが作っていらっしゃっていて、でそれもメンズレディースと分けないこうユニセックスの取り扱いだったりとか、あと右利き左利きと選べるこう受注生産型になって無駄な在庫を抱えないっていう点でも SDGs にも寄り添っていて、すごくお気に入りの名刺入れを使っています。いいですね。ありがとうございます。ちなみに羽田さんはこの話題についてどんな感想を持ちましたか？はい、今村中さんのお話をお伺いしてて、堺市 のプラットフォームの会員さんの中にも、女性の働きやすい職場環境を整えるであるとか、あとはその引きこもりの方、障害のある方のでも働ける職場環境を整えるというところで SDGs の達成に努力していきたいというような会員さんも、数多くいらっしゃいます。これからもその SDGs の推進していくことでですね、こういったニューロダイバーシティというような考え方もどんどん広めていければいいんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。村中さん、いかがでしょうか？ありがとうございます。そうですね、脳や神経の多様性っていう観点からするとその対象となる人は実は結構広くというか、もう全人類だと私は思ってるんですけど、最近だと例えばジェンダーから男女の脳の違いで語られたりとか、ちょっと話題になった HSP とかね、敏感なタイプの人がいるとか、そういう話とかも全部含めて議論されることの多い議題ですので、民間行政含めてですね、もっと議論が盛り上がっていくといいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。続
いては堺市羽田さんの気になるニュースです。キュンです等身大の SDGs ということで、東京新聞東京ウェブによりますと、62もの区市町村がある東京、時代のキーワード SDGs、 医療廃棄問題などを抱えるファッション業界でも重視する風潮が広がっている。でも小難しく考えないで。ファッションの街渋谷では、各店舗がおしゃれでときめく渋谷流 SDGs を発信しているとのことです。羽田さん、こちらはどんなところが気になりましたか？はい、こちらのニュースはですね、堺市ではですね、 SDGs の目標を達成するためには、一部の企業さんや団体が努力するだけではなくて、市民一人一人の意識や行動を変えていく必要があるというふうに考えております。ただその一方で、 SDGs のゴールは世界共通の目標ということで、かなり大きな目標も含まれており、なかなか自分ごととして捉えてもらうためには、やはり衣食といったような身近なテーマから取り組んでいくことが非常に大切ではないかというふうに思いましたので、取り上げさせていただきました。ありがとうございます。ちょうど昨年の11月に渋谷の109で文化服装学院さんが SDGs をテーマにしたファッションアイテムのポップアップストアを企画されていたみたいで、SDGs の17の目標からインスパイアされた商品を作って、買い付けだったり制作から、あと出店とか、あとお店の店舗のデザインまで全部その学生さんが携わって、やった企画があるらしくって、その中の例えばディスプレイ、お店のディスプレイにも繊維リサイクルボードを使用していたり、あと店内の装飾にも、先ほどの羽田さんのご説明にもあったロスフラワーを使われていたりしていて、そういう店舗作りっていう面でも SDGs を意識されていて、しかもそれがこう渋谷109っていう、こうもう若者が集う場所と、あと文化服装学院さんっていうすごいデザイナーの卵さんたちのこうコラボレーションによって、こう若者もまた若者以外の方も SDGs にこうファッションっていう点で取り組みやすい企画がなされてて、すごく面白いなって感じたので、またそういう機会があった際には絶対私も、109に足を訪れてみたいななんて思います。ぜひぜひ堺市でも実施してもらいたいぐらいです。あ、そうですよね、ぜひ、はい、ぜひつないでください。ちょっと頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。村中さんはこの話題についてどんな感想を持ちましたか？そうですね、先ほど堺さんの取り組みも教えていただいて、今回のニュースは渋谷区さんですかね。なんかこの、コロナ禍以降特にですけども、自治体さんごとのこう特色ある動きと、その自治体さんが動くことによって、その地域の例えば民間の方であったりとか個人の方が動いて、何か新しいことが始まっていくみたいなことが、なんかこう目立ってきたなという印象がありますし、なんか時代がそれを求めているというふうなこともなんか感じるので、こういう、こう地域ごとに根ざした活動っていうのがどんどんこう話題になっていくといいなと思いました。ありがとうございます。はい、羽田さん、いかがでしょうか。はい、堺市もまだまだ頑張っていきたいと思いますので、はい、これからも頑張ります。はい、ありがとうございます。東京の方も盛り上げていけるように頑張ります。はい、お願いします。はい、YouTube のコメント欄でもご覧になっているあなたからの意見をお待ちしております。というわけで、今日の気になるニュースでした。